恋よりも恋かもしれない。口どけとともに夢の世界のようなゆっくりとした時が過ぎていく。すいません、途中から自己紹介になっちゃってて申し訳ない。流星君に糖質を取らせすぎたらどうしようっていう恐怖感があったので。どうもこんにちは、声優の梶木です。よろしくお願いします。お願いします。ようこそお越しくださいました。本日はよろしくお願いします。お願いします。もうめちゃくちゃ嬉しいです。ちょっと緊張していたのですごく心強いです。ありがとうございます。いいえ、とんでもないです、はい、ちょっと事前にツイッター上でお客様から梶さんに読んでもらいたいセリフを募集するキャンペーンを行っていたんです、はい、うん、口どけ実況をぜひ生披露していただきたいんですけども、はい、横浜さんお願いできますか。僕は全然大丈夫です。はい、梶さんよろしいですか。もちろん、いっぱいね、糖質取らせすぎないように一発で決められるように頑張ります。恋よりも恋かもしれない。口どけとともに夢の世界のようなゆっくりとした時が過ぎていく。声は梶裕貴でした。とろける、広がる、癖になる。出す。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、すいません、なんか途中から自己紹介になっちゃってて申し訳ない。いやもう梶さんの声が素敵すぎる。もうさっきからこう来てくださった時からもうすごく聞き入っちゃいました。いや嬉しい、そう言っていただけて。書いてくださった方もすごくダースの魅力を表現してくださって。はい、なんかこう一緒に何かできた感じがして嬉しかったです。そうですね、はい、そうですね、結構やっぱり知り合いの方からとか、応援してくださってる皆さんから感想をいただきました、声優がなかなかその声だけではなくて、テレビの CM に出演させていただくっていう機会はそんなにないので、自分でも嬉しかったですし光栄でしたし、何かこう別のことをしながら、まあ、テレビ流れてて未だにこう自分の声が流れてハッてなる瞬間があったりするので、素敵な CM に、ダンスの CM に出演させていただけて嬉しかったですね、はい、やっぱりこう、まあ、僕最後丸窓から顔を出してちょっと流星君にご挨拶するという形でしたけど、あれ今の技術だったらね、それこそ合成とかでできそうですけど、それをこうなんだろう、リアルに、その場で一緒に撮るっていうところに美学というか面白さがあるんだなっていうのをとても感じました。まあ、あとはこう、まあ、当然緊張もしたんですけど、僕がこう喋るたびに流星君がダンスを食べるわけじゃないですか、まあ、いくつ食べても美味しいんですけど、ね、あまりもし失敗して流星君に糖質を取らせすぎたらどうしようっていう恐怖感があったので、なるべく一発で決めようっていう思いで、はい、やらせていただきました。まずはその表情だけでそのダンスの魅力を伝えなければいけないので、やっぱりそこは難しかったですね。何度も練習して撮影に参加させていただきましたし、あとは本当に実況してくださる方々によって全然違うので難しかったですね。だいぶね、まあ、文言も違うし、はい、キャラクター性も違うから。そうなんですよね。他の方のだとなんかすごいこう思わず面白すぎて笑っちゃいそうになる瞬間とかあったんじゃないですか。ありましたね、一個さ、もう真面目にやるのがちょっと難しかったですっていうのと、あとタンポポのお二人も本当にすごく、なんか僕がこう食べてる時に、うん、ウェブ CM の方なんですけど、はい、二人がなんかすごく喧嘩してるんですよすごくもう後ろで何が起きてるんだ、はい、すごくこうちょっと後ろが気になって仕方がなかったですね